あれ？誰もいないのかな。タッカーさん、ニーナ。お、なんだ、いるじゃないか。ああ、君たちか。見てくれ、完成品だ。ジンゴを理解するキメラだよ。いいかい、この人はエドワード。エドワード？そうだ、よくできたね。よくできた。信じらんねえ、本当に喋ってる。ああ、査定に間に合ってよかった。これで首がつながった。また当分研究費用の心配はしなくて済むよ。エドワード、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 お兄ちゃん。タッカーさん、ジンゴを理解するキメラの研究が認められて資格取ったの、いつだっけ？2年前だね。奥さんがいなくなったの。2年前だね。もう一つ質問いいかな。ニーナとアレキサンダー、どこに行った？君のような勘のいいガキは嫌いだよ。兄さん。ああ、そういうことだ。この野郎、やりやがったな、この野郎。2年前はてめえの妻を、そして今度は娘と犬を使ってキメラを練成しやがった。そうだよな、動物実験にも限界があるからな。人間を使えば楽だよな。何を起こることがある。医学に代表されるように人類の進歩は無数の人体実験の賜物だろ。君も科学者なら。ふざけんな！とても残念だよ。君なら私の研究を理解してくれると思っていたんだけどね。了解。はい。させない。こんなことが許されると思ってるのか。こんな人の命をもてあそぶようなことが。人の命？そう、人の命ね。鋼の錬金術師、君のその手足と弟、それも君が言う人の命をもてあそんだ結果だろう。同じだよ、君も私も。違う。行くよ。はい。了解。
違わないさ。目の前に可能性があったから試…違う。たとえそれが禁忌であると知っていても試さずにはいられなかった。違う。俺たち錬金術者、こんなこと、俺は行くよ。はい。持ちこたえて。了解。もう何やってんのよ。私の意志で引き金を引くの。格の違いを見せてやる。させない。もう何やってんのよ。僕に任せて。下がってください。しっかりして。覚悟しやがれ。逃がさねえ。兄さん、それ以上やったら死んでしまう。綺麗事だけでやっていけるかよ。タッカーさん、それ以上喋ったら今度は僕がぶち切れる。ニーナ、ごめんね。僕たちの今の技術では君を元に戻してあげられない。ごめんね。ごめんね。遊ぼう。遊ぼうよ。遊ぼうよ。